はい、皆さんこんにちは。ロボット大好きお絵かき玩具チャンネルロボラボです。さあ今日はね、こんなロボットもご紹介しておきたいっていうやつで、僕が講師ともにロボットアニメが好きでまだ見てないという方にはね、もう徹底的におすすめしているこのアルドノアゼロに出てきたロボット、メガハウスさんのバリアブルアクションシリーズからかつて発売されていた、これがねタルシスっていうんですけども、いわゆるラスボスですね。知らないよっていう方もいらっしゃる作品、そしてロボットかもしれないんですが、やっぱね、いろんなロボットやメカを紹介していきたいっていうのがモチベーションの僕なんで、何しろこのロボットの完成品アクションフィギュアの立体物も、僕はこれしか知らないので、今ではあんまり見かけないおもちゃだと思うんで、ぜひ一緒に遊んでてください。なので今日は広島出張中の私の仮の我が家で急遽作った撮影場所でね、ちょっと皆さんと一緒に遊んでいきたいと思います。さあこちらが本体、ダイキャストとかは使ってないんで、もう基本プラなんで軽いです。でこれが、背中に取り付ける、スラスターとかスタビライザーって感じかな。でこちらが、武装でもありシールドでもあるんですけども、これ両手に取り付けます。左右同じ形です。ハンドパーツですね、平手左右と、あとねこれ武器の持ち手があるんですよ。武器持ち手っつってもね、手持ち武器は本当はないはずなんですけども、ちょっとその辺は後で。それと、おまけでこれね、アクリルスタンドなんですけど、これが搭乗者のスレイントロイヤード、あと最後の付属品としてこのディスプレイスタンド、こちらが付属してます。よし、じゃあ遊ぶ準備をしていこう。で背中にはここに接続で、このようにね、下にちょっと下ろした感じでシールドを取り付けてみよう。ここの穴だね、この軸を使って接続。おお、倒れそう。このあとなかなかポージングが大変そう。そしてここの接続軸の可動なんですけど、ここで一応ロックができるようになってるから、こうやってはまってます。で取り付けて、さあこれで遊ぶ準備ができました。このアルドノアゼロという作品に登場する人型ロボットたちはカタフラクトって呼ばれるんですけども、今日はその中のね、このタルシスで遊んでいきますから、ぜひ最後までお付き合いください。そしてまたチャンネル登録やグッドボタンもよろしくお願いします。あとツイッターではなくて X のフォローもよろしくお願いします。基本的には成型色になっていて、で部分的に塗装が施されています。顔はこんな顔してます。この後頭部も稼働するよってことでいいのかな。そして続いてはこのシールドのギミック、これがね武装になってまして、ここにこのクロウがあるんですけど、これがねこのように展開します。めちゃめちゃでかくなりますね、こういう感じで。一応稼働範囲としましてはね、こういう風に動かせまして、あとここも動くね。ストーリー的には地球に住む人たちと火星に住む人たちの確執と、戦いが描かれるんですが、でこれが火星側のカタフラクトです。でその火星側の技術力が本当にオーバーテクノロジーで、もう地球側が AT とか、タクティカルアーマーみたいな、そんなロボットたちだというのに、もう火星側は逆にもうスーパーロボットみたいな感じで、もうロケットパンチを飛ばしたり、レーザー出したりバリアー張ったりみたいな、そんなロボットたちを相手にしていくという。でまたこのタルシスの能力がむちゃくちゃで、これに登場すると戦闘中に少し先が予測できるという、もうそんなのどうやって戦うんだという。背中のスタビライザー部分、ここの可動は、この先端の部分と、あとこっちですかね、接続部分、ここそれぞれボールジョイント接続になってます。若干角度が変えられます。でね、皆さん気になってるかもしれないこの足首の形状、これ別にね、僕はなんか間違ってるわけじゃなくて、こういう形らしいです。
ここが、まあ、つま先なのかな。で、これがかかとってことですか。で、一応ここ稼働するようになってて、まあ、この付け根がボールジョイント接続で、で、一応ここに関節ついてまして、だからこうやってね、まあ、二重の関節で下に向けられるようになってます。若干ね、こっちの足はもう少しここ平らにできるはずなんですけど、これ壊れちゃってるのかな、まあ、中古なんで接着されちゃってるのか、ここの関節が後ろに動かないんですよね。まあ、下にはまあ動かせますけど。でね、こういう感じでスラスターが見えます。まあ、こいつがまたね、高速移動するんですよ。でもっぱらこいつは、まあ、作品の後半の、まあ、宇宙船の方で、まあ、主人公の貝塚稲穂と戦っていきます。でこのアームのところ、この基部のところもこうやって動くようになってます。ここは若干クリックが入ってますね。で回転前は、このぐらいまでいけるね、まあ、目いっぱい前に伸ばすとこんな感じでものすごいリーチです。あと劇中武装だとね、このシールドの部分をこうやって逆にひっくり返して、でこの辺に装備している機銃をよく撃ちまくりながらね、主人公に迫ってきてました。で付属のスタンド、まあ、結構頼りないんですけどね、まあ、この股関節のところと、あと背中のパーツのところにも取り付けられるようになってます。関節可動は、首はここがボールジョイントだけかな。肩は前に引き出すことが可能で、肩はさらにちょっと上にも持ち上がりますね。でここに回転がある。と横に開くのはこのぐらいか。ここにロール軸があるね。で肘の部分はここ簡単なクリックが入ってます。でさらに前腕のところも可動だから、もうちょっと曲げられる。こんな感じだから肘は二重関節だね。足の可動はここだけかな、まあ、前後の可動と左右に傾けて、まあ、若干ですね動きます。それと回転で、股関節は開脚がこのぐらいできまして、でここはボールジョイントじゃなくて軸関節になってますね。でここでロール回転しまして、膝も二重関節だね。これはほぼ正座ぐらいなことができるんじゃないかな。でまあね、僕何回か言ってるんですけども、でこの作品の好きなところが、まあ、そんなねむちゃくちゃな敵ロボットたちに対しての戦い方なんですけど、まあ、主人公の稲穂がね、別にニュータイプとかじゃなくって、もう本当ただ頭がよくって、敵との戦い方を計算して勝つっていう、そこがねみんな面白いんだと思うんですけれども、とりあえず稲穂がいればなんとかなるっていう。さらにこのブレードの先端部分取り外せるようになっているので、これ武器持ち手で持たせまして、でこれで手に持った状態を再現することもできます。ただ劇中では実際はこういう使い方はしてなかったんですけどね、まあ、むしろ最終決戦なんかではね、主人公機側がめちゃくちゃでっかいブレード持って、まあ、こいつと戦ってました。ただ正直このブレードの取り外しめちゃめちゃ硬くって、もう壊れるんじゃないかっていうぐらいの勢いだったんで、もうあんまりやりたくないですね。これは高さはだいたい18センチ弱ぐらいで、100分の1のガンプラぐらいとは言えるんですけれども、ただ全体的にボリュームがすごいんで、高さ以上のね巨大感を感じます。なんかネオジオンのモビルスーツにこんなのいそう。そしてこいつがライバルでありながらもう一人の主人公と言えるんじゃないでしょうか、スレイン・トロイヤード。で彼は、まあ、実は火星の人じゃなくて、まあ、地球人なんですね。でまあ、最初主人公稲穂と遭遇した時は、まあ、お互い顔もわからないまま、まあ、一緒に戦ったりして、もうすごい熱い展開なんですけど、まあ、後にね、徐々にお互いの事情がありまして、
まあ、このスレインは火星側でどんどん登り詰めていくんですよね。でまあこんな感じで今日は割とね結構作品のことも喋っちゃったんですが、まあ、こうなるとやっぱり、まあ、主人公稲穂が乗るスレイプニール、まあ、そちらも見たいという方もいらっしゃるんじゃないかと思うんですが、そのバリアブルアクションスレイプニール宇宙船仕様が実家の倉庫のどっかに行っちゃってまして、まあただねあったとしてもちょっと広島まで、まあ、あれも持ってくるのちょっと大変だったと思うんで、まあ、代わりに、まあ、以前僕ねあの動画上げてるんで、まあ、そちらから抜粋した映像をお見せしながらもう少し語らせていただきたいと思います。さあそしてこちらが同じシリーズから発売されていた、まあ、主人公機スレイプニールの宇宙船仕様、まあ、本体もっと小さいんですけど、それに宇宙船用のブースターとかを装備して、まあ、全体のボリューム的には、まあ、タルシスに引けを取らないぐらいになってるんですけれども、ただまあそんなにスーパーロボットになったってわけじゃなくて、まあ、姿勢制御の時にはワイヤーを使ったりとかして、もうハイスペックになりすぎてないところがまたいいんですよね。まあ、これで主人公稲穂はねスレインのタルシスにまあ立ち向かっていくんですけども、ただこの頃になると稲穂もね ある事情があって、まあ、ちょっとパワーアップしてるんですけどね。でこのオレンジ色のボディカラーは、まあ、練習機用のカラー で本来は高校生の稲穂は、まあ、乗り慣れたこの練習機の方を使ってるというそんな設定になってます。3年前ぐらいの古い映像で、まあ、申し訳ないんですけども、まあ、この作品知らないという方に少し主人公機の方もご紹介させていただいております。そしてこちらが、まあ、前の動画の時にもちょっとお見せした、まあ、僕の、まあ、インチキ最終決戦仕様です。まあ、先ほどの状態にさらにパーツを増設しているという、まあ、本来だと、まあ、武装としてこれにさらにシールドとあとブレードを、まあ、装備してるんですけども、まあ、この最終決戦仕様がまあ、あの頃バリアブルアクションでは発売されなくって、だから僕宇宙船仕様を実は2つ買いまして、で片方を最終決戦仕様のパーツに流用しました。まあ、今だとこのアイテムがまあすごいプレミア価格になっちゃってるけど、まあ、あの頃本当投げ売りされてたんで、まあ、2個買いも結構余裕だったんですよね。まあ、すごい場所取りそうなんだけど、まあ、いずれこれとタルシスをまあ一緒に戦わせる映像を撮ってみたいななんて思ってます。あとねこの作品やっぱり僕も音楽が好きで、まあ、僕沢野博之さんが作られる音楽、まあ、本当好きで、この作品だと、まあ、戦闘中にかかるね英語の詩の挿入歌が特にお気に入りで、まあ、一番好きなのはキープオンキーピングオンかな、まあ、あれが戦闘中かかると超上がるんですけども、で稲穂勝ったなっていうそういう気持ちになるという、まあ、そんな感じで、まあ、今日はねバリアブルアクションのタルシスで遊びながらこの作品のことをおすすめしまくるというそういう趣旨でお送りしましたが、まあ、いかがだったでしょうか。まあ、とりあえず興味を持った方、もう騙されたと思って3話まで見てください。まあ、僕知り合いのロボットアニメ好きにはみんなにこういうふうに言ってます。お、じゃあそろそろお別れかな。皆さんからのコメントも今回もまたお待ちしております。そしてまた次回も僕のお気に入りのおもちゃで一緒に遊んでください。じゃあその時まで皆様ごきげんよう。またお会いしましょう。さようなら。